皆さんこんにちは、武装会空手の荒垣です。武術として伝承された沖縄空手における暗喩脈絡の第2弾です。前回ではこの動作というのは、首里手だろうが止まり手だろうが進行な果てであろうが古流な果てであろうが全て出てきますね。これなぜかって、相手の頭をこうやってひねってるから、首をひねってしまってるんです。そして当てる、または投げる、もろ手で突くなどということは絶対にありえません。これはいつか説明します。突きというのは片手の方が絶対に有利なんです。ですからもろ手2つの腕で突くということはありえません。相手と対峙した場合にそういう不利なことはやるわけありません。ですからこれは完全に相手の頭をひねっている、そういうことです。次はですね、これに関連して十字受けというのがあります。十字受けとは、相手が前入りをした十字で受ける、相手が上段についてきた十字で受ける、そして相手の腕を絡め取って自分が突く。この絡め取った時もこうやって持ってきてますよね。だんだん分かってきましたね。するとここに頭があるわけです。本当は相手の頭がここにあるね。すると絡め取ったのは腕ではなく、相手が攻撃してで突いた腕ではなく、これは案外相手の頭をひねってるから相手の頭を取ってるんだと、だんだん分かってきたと思います。ですからここに頭がある、ひねって倒す頭なんです。ここ相手の頭はここだから、上げてこのまま持ってきて突くのはここです。だんだん分かってきましたね。いちいち相手が後ろに下がって自分も後ろに下がって、また戦う、そういうもので型は成り立ってはいません。なぜなら武術として伝承された沖縄空手における脈絡というのがあるからです。脈絡とは何か、前も言いましたけど、これはコンテキストという意味です。すなわち小説文学ですね、には筋というのがあります。起承転結でもよろしいです。主人公というのがあっていて、背景があって、人間関係があって、または自然と自分、この主人公との関係があって、初めて小説または文学というのは成り立つわけです。型における脈絡も全く一緒です。沖縄空手における相手と自分の相対関係というのは、自分が一人、これはもちろん一人ですね、相手も一人なんです。この一人は常に同一人物です。で相手はナイパンチは横ですけど、大体の場合は正面です。その正面にいる相手を自分が延々と攻撃していくわけです。そのために掴みというのは非常に重要になる。ですから今見たように全て掴んでるんです。これにしても一緒です。これは相手の首を掴んで攻撃してるわけです。どうやってすると剣というのが生まれてきたか、これは時代背景を明確に理解してないと説明できません。これはまたいつかちゃんとした動画を、その次第にしての動画を制作する予定です。今回は相手と脈絡、それとライパンチにおける脈絡とこうなります。相手ここにいますね。膝蹴りでやって抜き手で相手の首を抜く。なぜなら相手はここにいて首が露出されますから、膝蹴りの後にここに抜く、その後に掴むわけです。そして相手に体重を乗せて自分が上がっていって、全て一人の相手に延々と攻撃していると。次はですね、関空の投げ、いかなる流派も関空というのはこうやってあります。または空山空、高層空ですね。足を広げて上げる流派もあれば、足は揃えて上げる流派もあります。これは実は非常に重要な意味なんですけど、今回は主題から外れますので説明しません。ただこの上げる動作、これは空を見てるわけではないんです。これは相手に体重をかけて、相手が掴んできた、襟首を掴んできたから、その相手の両腕の間に入っていって、相手のこの内側ですね、肘の内側を叩いてこれを出すわけです。わかりますか。相手はここにいますね。肘の内側を叩いて喉を出す、それで変えて、もう茶谷や空山空と一体どういう意味かお分かりになったと思います。
そして普通は本当はこれ膝蹴り出てるんですよ。よろしいですか。次はですね、亜鉛というか、まあ動作ですね、動作で5回曲解を受けた一つの大きな動作を説明します。それは何かというと投げです。武術としての空手の投げはあまり普及しなかったんですよ。なぜか、ここに相手の頭部に見立てたものがあります。武術としての空手というのは相手の喉を自分の喉輪でかち上げます。そして相手の頭また耳ですねを取ってひねりながら投げるんですよ。ですから近代社会に適応させるためにスポーツ化された柔道の投げやサンボなどの投げとは違って、沖縄空手の投げというのは、というか日本武術の本来の投げというのは沖縄空手の投げと同じだったと思います。どういうことかというと、技の途中、すなわち相手が投げられている間に相手の首の骨を折るということなんですよ。すなわち相手の体を地面や床に叩きつけて戦闘不能にするのではないんです。この部分で相手の一番脆弱な首の骨を折ってるんです。そういう技が普及するわけありません。しかし武術としてはそれが一番適応性のあるものなんですよ。この投げというものに対してピンヤン五段のこれもう五段ちょっとやってみますね。これがありますね。これはもう投げてるわけです。でも一番特徴のある投げの動作、かつ一番5回曲解を受けたであろう投げの動作というのは、私はパッサイの方だと思います。パッサイの方とは手裏手止まり手の代表的な方の一つでもあります。まずパッサイの方をちょっとやってみましょう。こっちを向きますけど、こっちの方向きます。なぜなら空間、動画を撮る時の空間こっちの方がありますから。パッサイはですね、お辞儀をして拳を作り拳を包む流派があります。かつパッサイは右の足をやや斜めに向けてクロスする流派があります。それなのがなぜこういうふうな現象が起こったか、それも説明します。まずですね、こっち、それから上げてもろ手の受け、すなわち相手の力が強いから、突きの力が強いから自分は片手では受けられない、そのためにもろ手で受けるという解釈があります。または相手の突きが来た、それを受けて裏剣を出す、その動作なんだという説明があります。しかしそれらは全て暗喩または脈絡を理解せず、体育体操化したまたスポーツ化した空手の方の解釈だと思っています。皆さんもう大体お分かりですね。これ一体どういう動作か、これがもうお分かりですね。これです。分かりますか。喉輪を取って、相手の喉を取る、相手の頭の頂点また耳の後ろですねを取ってひねる、ひねってますけど、ひねるだけではダメなんですよ。ここでこれが出てくるんです。それは何か、これです。よろしいですか。相手の首に自分の喉が入ります。頭をひねります。すると相手の目線というのはここですから、自分の膝蹴りは見えないんですよ。それを出します。そしてかつ相手をここで交差しながら体を入れ替えて投げる。これが武術としてはこうなるんですよ、本当は。そしてここで抜き手が出る。これがパッサイチン、パッサイの方の本来の意味です。それが今体育体操化した空手では こういうふうになってるわけです。この関空の動作も空を見る動作も、本来ならばこれは関空の方を説明したときにお見せしましたけど、本来ならば相手が自分の襟首を掴んだときに下から持ってきて外して相手の肘を叩いて喉輪を入れて
頭を取って折ってるわけです。本来ならば本当は膝蹴りが出るんですよ。お分かりになりますね。全てが変わってしまったんです。体育体操家のおかげで全てが変わってしまったんです。スポーツ家あるいはエンターテインメント家のおかげで。しかし我々は武術として伝承された沖縄空手の最高を歌っています。私のそして我々の組織である国際沖縄空手道無双会は武術としての空手の最高を目指しているんです。ですから型における暗喩脈絡というのを明確にしつつ伝承し修行していきたいと思っています。もし我々の組織にご興味がありましたらご連絡ください。この辺りに連絡先が出ると思います。今日は本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。